宇宙には始まりがあるが終わりはない。無限。星にもまた始まりがあるが自らの力を持って滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かであることは歴史からも読み取れる。これは抗えうる者たちに対する神からの最後通告と言えよう。どうして消えた？消えた？消えただろう。今ここにいた人たちがみんな目の前で。さあ。さあではない。お前も見てただろう。なあなあ。見てない。何を言っているんだ。おう、おかれにまやし。偶然ダル君プップル。ダルザスーパーカー来てくれたのか。はっか。つうか街中でやめろよ。オカリン、メール送っただろ。マキセ・クリスが刺されたというメールだ。おう、先週来たやつ。先週、何を言っている。俺が送ったのはついさっきだ。何を言っとるん。ほら、受信日時7月23日12時56分。お前、まさかメールサーバーにハッキングをかけたのか。え、マーサー、あっつ。先週、送信記録ない。今日は何日だ。28日だよ。どうしたの。メールが過去に送られている。マキセ・クレス。お前は死んだはずだ。
代表的な11の理論を取り上げて検証してきましたが、どれも空想の域を出ていません。もし理論上証明できたとしても、タイムマシーンに必要な宇宙紐やミニブラックホールを作り出すことは今の科学では到底不可能。つまりタイムマシーンを作り出すことは絶対に不可能ということです。結論が出たところで講義を終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。まだ？くっそー、あの女ちょっと天才だからっていい気になりよって、また死人な分際って。だいたいなぜ誰一人として覚えていないのだ。マイリもダルもマキセクリスもオカリン、マユシーが柳林神社で待ってるって。俺はもう少しこの町を調べる必要があるのでな。ダル、代わりに行ってくれ。付き合いきれないよ。確かに人が消えた、目の前で。それにあの女、確かに。うのれ、あの女め、あの女。いや待て、これもまさか俺への精神攻撃。くっそ、誰。この前、いや、あなた、待て。いや、待ってください。さっき俺を取ったのは、すぐ削除した方が身のためと。謝る。不快な思いをさせたなら。何を取っていたのと。証明。自分が今日、どこを歩いて、何を見たか。は？聞きたいことがある。これIBN5100。 ずいぶん古いパソコンだな。知ってる？いや。詳しい人は？あるいは誰なら。その人誰？貴様には関係ない。写真は削除するやね。教えてピアノ。その人の断る。貴様、落とそうというのか。教えてくれたら消す。いいだろう。ただし仲間を売るわけにはいかん。教えるのは俺の目跡だ。名前は？おう、隠居間と書いてあるだろ。悩む風。このメールを送れ。こっちから送り返す。橋田さん、こんにちは。うお、相変わらずスベラちゃん未完子だ。これは不平だろうね。だが、この子は男と。まだまだ行くよ。もうルカ君困らせたらダメなんだよ。これはさせ。それで、荷物というのはどれのことだ。そこだよ。ごめんね、マユシ一人では持てそうになかったのです。オカリンも電話に出ないし。いいって、いいって。父がもらってきて、うちでは食べきれないので。だが男だ。ラボへの食料提供感謝するよ。オカリンも喜ぶと思う。よかったです、皆さんに喜んでもらえて。だが男だ。ルカ君、毎日素振り続けてるんだよね。はい、岡部さん、あ、じゃなくて京馬さんとの約束なので。だが男だ。この妖刀さみだれは僕を真の使い手と感知したときに真の力を発揮する。だが男だ。忘れるなって。だが男だ。うん、変なオカリン。オカリンが変なのはいつものことっしょ。昨日なんてマキセクリスにお前は死んだはずだって詰め寄って、
危うく捕まるとこだったよ。では掃除をしないといけないので。だが男だ。うん、またね、ルカ君。はい、では。だが男だ、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 だが男だ。さあ、ラボまで帰るのです。ところで、マユシ。ん？マユシは今日バイトじゃなかったっけ？はあ、どうしよう、どうしよう。この荷物は僕がラボまで運んでおく。いいの、ダル君。うん、ダル君は紳士だね。その代わり、ぜひフェーレスタンの。それは無理だね。今日は早いのだな、ミスターブラウン。だからその呼び方やめろっつってんだろ。うん、今日バイトの面接があってな。バイト？この新規臭くて客もおらず、ムサヨさんが店長のこの店に。おめえな。おったー。は？あれ、流行りの挨拶って聞いたんだけど。まさかバイトというのは。俺が。名前は？天音鈴葉。年は？18。志望動機は？ブラウン管が好きだから。採用。しゃー。待て、これはコントか仕込みか？そういう君は？岡部ってんだ。この上に曲がりしてるバカだよ。岡部ではない。うるせえ。家賃倍にすんぞ。岡部凛太郎だ。よろしく。おっと、多くの人が俺と知り合ったことで機関に狙われた。サラ、クラウディア、シモーヌ。そうなんだ。よかったら相談に乗るよ。本気にすんな。そいつの創作だよ。せいぜいそう思い込むがいい。いずれこの世界は俺にひざまずくことになる。うわあおのれ、ミスターブラウメ。ねえ、岡部凛太郎。バレルタイターって人知ってる？バレル？知らんの。どうしたのだ、バイト戦士。私の父さんなんだ、その人。探しているのか？うん、もう何年も会ってなくて、この町にいることは分かってるんだけどね、やっぱり10日じゃ無理なのかな。え？いつまで油売ってんだ。俺は早く苗のところに帰りてんだ。苗？ミスターブラウンの娘だ。へえ、あの人に娘ね。あれ？はーい、じゃあまたね、岡部凛太郎。
である。おかえりなさいませ、ご主人様。うお、さすがクロミちゃんのナンバーワンメイドフェアナチュー。かわいいよフェアナチュー。はい、ダル君、ダル君、何食べる？飯にゃにゃにお任せするわ。困、はい、りましたにゃー。今日は今日はどうしたにゃ？うお、フェアナチュー、なんでも変な女に捕まって疲れたから今日は帰るってさっき言ってた。変な女？なんか IBN5100 ってレトロ PC を探してる人に捕まったとかなんとか。 IBN5100 1975年に発売された幻の PC だ。秋葉にあるって都市伝説。ん、1975年に発売された幻の PC だ。秋葉にあるって都市伝説があったけど結局見つかってないみたい。そんな PC ってどんなのにゃ？ちょっと待ってね。あ、これキツネだ。何やってるにゃ。これだ。この PC なら知ってるにゃ。12時ごろ落下。真由里たちの言うことに間違いはない。会見中止。牧瀬クリス事件。俺が見たものは幻だったのか。ん？ジョン・タイト。タイムマシンはセルンによって独占されています。一般人も企業も手に入れることはできません。彼らは自身の利益のためだけに用いて世界にディストピアをもたらしました。私は未来を、世界線を変えるためにやってきました。セルンによって作られたディストピアを破壊し再び自由を手にするためです。つまりセルンイコール独裁者って言いたいわけか。世界線って何？まず時間は過去から未来へと流れる一本の線ではありません。世界線という無数に平行に並ぶ川のようなもので形成されています。例えば今日あなたが通り魔に殺されるとします。それを未来から来た私が防いだとすれば、あなたが殺された世界と生き延びた世界の二つに世界は分岐するというわけです。今度のタイターは日本人か。今ジョン・タイターを語るバカがいるとはな。語る？は？半年ロムレ、ガス。このリンクでも見てタイターのことぐらい調べてこい。ダルのやつ、タイターのリンクを消したな。検索結果12件。バカな、10年経ったとはいえあれだけ騒ぎになったんだぞ。そんなことないない。なぜだ、関連者はここに集めていたはず。タイターに答えてほしい。10年前、つまり2000年のことだ。面白いことを言う人ですね。しかし残念ながら2000年には行ったことはありません。また今のところ行く予定もありません。くそ、オカリン、大学の研究室で分析したらゲルバナは分子レベルでズタズタになってたということが判明した。バナナではない何かになっていたということか。現状考えられるのは電話レンジ（仮）の電磁波の影響だな。通称電話レンジ（仮）は俺たちが不覚にもつなげてしまった携帯電話と電子レンジからなる未来ガジェット8号機である。本来は電子レンジを遠隔操作するために発明したのだが、携帯からのタイマーセッティングを誤った時、中に入れたバナナが緑色のゲルジョー物質になっていたことがあった。それがゲルバナであり、
我々未来ガジェット研究所のモッカ研究の種なのだ。説明おつおっしゃ接続が終わった。よしではこれを使おう。それはマイシーのじゃ。安心しろ、マイルから提供された研究費で俺が買ったものだ。だからそれをマイシーのっていう。さあふさごと放り込んで変化を確かめるのだ。一本でいいだろ情報。それで電話レンジカッコ仮の真の力を確かめられるのか。そのカッコ仮って面倒いからいい加減取るべき。実験に金をケチるようでは世界の支配構造を変えることなどできんぞ。変えたいのはオカリンだけだろ。だそうなのか。そらそうしゅう。はい終了。もう俺だけか。ちくしょう。どうしたの。消えてるバナナが。バカな。俺だ。緊急要請666号クーリングオフを発動させろ。政府の承認？そんなこと言ってる場合だ！ジェン、おっ、うるさい！どこに隠した？隠してんのはオカリンだろ？そうか、わかったぞ。これはもしや、テレポート可能な電子レンジ！なんだって？ってそんな無茶な。ではどう説明する？房からちぎり、レンジに入れたはずのバナナを！切る…バナ…でもさ、これ房に完全につながってね。確かにさっき一本ちぎったような。多分これはやはりテレポート。そういうことになる。興味深い実験してるんですね。岡部凛太郎、いえ法院京馬さんでしたっけ。マキス、クリス、一応ノックはしたんですけど。なぜここ。橋田さんに聞いてきたんです。ラボラトリーって言うからもう少しちゃんとしたところかと。誰、まさか裏切ったのか。三次元女の色化に惑わされて。貴様、許さんで。なんとかしてもらえませんか。この状況に混乱していると思われ。緊急事態だ。機関がついにここまでエージェントを送り込んできた。何？これもシュタインズゲートの選択だというのか。シュタインズゲート？オカリンの脳内設定、特に意味はない。本当は私が刺されたのを見たというのが事実なのか、セクハラ行為の言い訳なのか、その確認をしたくて来たんですけど。それよりも詳しく教えて。このバナナ、そのレンジと関係があるのよね。トップシークレットだ。未来ガジェット8号機電話レンジカッコ仮は我が研究所の秘密兵器だからな。でもさ、マキセ氏ならこのヘンテコな機能について解明してくれるかもよ。いやしかし、つうか僕たちは絶対に解明できないと思われ。だがあくまでこれは未来ガジェット研究所。貴様、クリスティーナとか言ったの。一言も言っとらんわ。この電話レンジカッコ仮の秘密を知るには条件がある。一つ、貴様にはこの未来ガジェット研究所のラボメンになってもらう。研究所のメンバーに迎えてくれるってこと？でも私8月中にアメリカに帰る予定だけど。それまでで構わん。さあどうする。クリスティーナ。だからティーナってつけるな。悪かったな、ザ・ゾンビよ。ちゃんと呼べ。ほーい変態キョーマ。黙れ天才変態少女。変態同士の攻防戦。燃える。黙れ変態。仕方ないわね。分かったわ、条件を飲む。だからもう変態禁止。私も変態扱いしないから。いいだろう。ではたった今から貴様はラボメンナンバー004クリスティーナだ。ティーナも禁止。あ、ジューシーから開けナンバーワン。ただいま。1,2,3,4。あれ、お客さん。お邪魔してます、マキセ、クリスです。いきなり押しかけてきてごめんなさい。シーナ・マユリです。なんか私もラボメンになったみたいで。女の子のラボメンだ。よろしくね。え、よろしく。なんだと。何？
放電現象が起きていたらしい。え、なんで先に言わないのよ。具体的な状況教えて。レンジから稲妻みたいなのが出て。いつの話だ。昨日の昼だったかな。オカリンが人工衛星が墜落したニュース見て飛び出してって、で自分の携帯こいつに繋いで。じゃあ、あのメールを送った時お前の携帯は電話レンジカッコカリに繋がれていたんだな。ああ、マキセ氏が刺されたってメール、あれ1週間前じゃん。放電が起きた時のレンジの状態は、動作テストしてたから逆回転機能使用中だったかな。再現してみた方が良さそうね。マユリ、ジューシー唐揚げナンバーワンを。うん、あ、みんなも食べる。一個ずつならあげてもいいよ。入れる必要あるの。逆回転時、中に入っているものの反応みたい。ダール、俺の携帯にメールを。で、送信する。そろそろいいんじゃないかな。ま、待て。大丈夫か。換気換気。どういうこと。電磁波の力か。バカ言わないで。電子レンジの電磁波がこんな短時間で付け割るなんてありえない。あー、黒焦げだ。せっかく買ってきたのに。ゆかの穴どうする。ブラウン氏に見つかってシャレじゃすまない。うわー、どう。あった。地震日時は7月24日17時半。間違いない。過去に何か分かったの。すべてがつながった。見えたぞ。一連の事件が意味する唯一無二の答えが。本当に。房からちぎられたバナナを塞いで戻った。メールは5日前へと送られた。そんな、まさか。そのまさかだ。あの電話レンジカッコカリはタイムマシーンだ。ダル、メール13件。シャイニングフィンガー。しかしこの量、すぐメールして、もしかして寝てるの。これからそっち行っていい。シャイニングフィンガー、昨日会った変な女だ。なんだ。リエジュ爆発しろ。そんなものではない。まったく。それよりどうした。ダメージでかいよ。徹夜で成果ゼロなんて。やったことは後悔している。なんでケルバナにならなくなったんだ。メールを送れたのはあれ一回きりだしな。マキセ氏呼び戻した方がいいんじゃね。無理に決まってるだろうが。いきなり飛び出して行ったきりなんだからな。何だったんだろう。なんだこれは。ラジハドロンコライダー、セルンの素粒子加速器。癒されるよね。タイムマシーンはセルンによって独占されています。ジョン・タイタ。今オットチャンネルで祭りみたいだね。セルンだ。なんだ。タイタは言っていた。セルンが2034年までにタイムマシーンを完成させると。あるわ。いやねえよ。しかし火のないところに煙は立たないとも言う。あれだ。そうだ、分かっている。エル・プサイ・カングル。お前は誰と戦ってる。こうなった以上、俺たちのやるべきことは一つ。あとは分かるな。いや、全然。セルンをハッキングしろ。以上だ。オカリン、ギャグだよね。ねえねえ、君たちって昨日何してたの。
すごい振動で苗が怯えてるんだけど。なんでもないな。それよりさ、君たち未来ガジェット研究所って言うんでしょ。なぜその名前を。郵便ポストに書いてあるだろう。そこまで知られたからには仕方あるまい。我々は世界を陰で操る闇の機関と戦っているのだ。今もちょうど機関にハッキングを仕掛けているところだな。ちゅ、お前、ああ、じゃあもしかしてセルンっていうのはその闇の機関の方。なぜそれを。ごめん、実は話し声聞こえてきちゃってさ。盗み聞きしたというのか。聞こえてくるんだもん。でも安心して、これでも口は固いから。またか。何、死亡通知でも来た。死亡通知。いや冗談冗談。 IBN5100 とかいうレトロパソコンにやたら執着している女がいてんな。IBN 知ってるのか。それも聞いていたのか。違う違う、それはネットで見たんだ。ほら、タイムトラベラーとかいう人、ジョン・タイターだっけ。タイター。なんかアットチャンネルに書いてたよ。 IBN5100 はベーシック言語ができる以前に作られたパソコンだから、 IBN 独自のプログラム言語も読めるとかなんとか。本当か。そういえばフェイレスさんもなんかしてる感じだった。誰、なぜそれを先に言わない。だって昨日は徹夜で実験してたじゃんか。そういえば2000年に現れたタイタンも。皆さんは時間の概念について固定概念に支配されているようです。時間は過去から未来へたった一つの川が流れているようなものではありません。例えば私が過去に戻って A という人物を殺したとします。するとダイバージェンスといわれる数値に変動が起こり、世界線は A という人物のいない世界へと移り変わるのです。世界線移動の時、人々の記憶は再構築されます。つまり A という人物がいた以前の世界線の記憶は消去され、新たにできた A という人物のいない世界線の記憶が再構築されるのです。それより研究機関だったセルンがいつの間にか世界を支配する統治機構に変貌した件について前から質問しているわけだが、セルンの言うことを安易に信じてはいけません。ディストピアとは共産主義レベルが復活し、生活レベルが18世紀に戻ったといえば分かりやすいでしょうか。2036年では科学技術のほとんどをセルンが握っているのです。その未来を変えるために IBN5100 が必要だというのか。そうなります。セルンの企みを防ぐには IBN5100 の機能が必要なのです。2000年に現れたジョン・タイタン、確かそんなことを言っていた。10年前に現れた私ですか。前にも言ったように、残念ながら私は2000年には行っていませんが、あなたは他の世界線の私を見た可能性があります。面白いです。あなたとは一度ゆっくりお話ししてみたい。私のメールアドレスです。連絡いただけたらお返事します。で、この箱一体何よ。聞いて驚け。その箱はな、IBN5100 だ。マジ、すげえよ。僕たちはできないことをやってのける、そこに痺れる憧れる。まず俺はダルにハッキングを続けてもらっている間に IBN5100 を探すことにした。そしてその過程でクリスティーナと出会い、ラボに戻ってくるよう説得をした。目の前で起きたことは認めろとな。だがクリスティーナはIBN5100 については何も知らなかった。そこで俺は思い出したのだよ。フェイリスが知っているとお前が言っていたことをな。
ここからは俺も聞いた話だからマイリトフェイルスに登場してもらおう。なんでもありだ。もしもし、俺だ。もしもし、今日もどうしたんだにゃ。お前 IBN5100 について知っているというのは本当か。それを知りたければお店に来るにゃ。あ、ちょ、待て待て。皆さん、お待たせしたにゃん。まもなくフェイリス対昼の部を始めるにゃん。みんなが全力でフェイリスに勝って特製オムライスをゲットするにゃよ。なんだこの空間は。今日のお前が言うのすればここですか。ああ、オカリン、テッドル。マユリ、一体何が起きている。時空間が歪んだか。違うよ、フェリス杯だよ。フェリスちゃんがお客さんみんなとライネットバトルするんだよ。今日も無参戦するにゃ。フェリスは一度に10人までお相手できるにゃ。断る。その前に IBN5100 だ。どこにある。 それは参戦したら教えてあげるにゃ。それでどうなったんだ。教えてやろう。決して勝てない相手がいるという方は参りました。早い。マユシーはがっかりなのです。しかし情報は教えてもらうぞ。フェイリス、負けたのに偉そうだにゃ。お前は参戦したら教えると言ったのだよ。つまり最初から勝ち負けなどどうでもよかったのだよ。そうなの。よく覚えてないにゃ。覚えておけよ、頭脳的バカ戦略を。頭脳的っつうか汚ねっつうか。黙れ。IBN5100 はどこにある。さあ、知らないのか。小さい頃パパが持ってたのは確かにあんだけど、今はもうないにゃ。貴様、まさかそれがギアナコーチで習得したという奥義。肩透かし。あ、なぜ分かったにゃ。さすが今日のセイリスのスルーショルダーを見破るにゃって。おのれ、病院が来い。本当にそれだけか。そうにゃ、最後に見たのは確か秋葉原の神社だったにゃ。神社。俺はフェイリスの話をもとにルカに電話をすることにした。ミカフクマエン。え、パソコンですか。ちょっとお父さんに聞いてみないと。 IBN5100 だ。わからなければ古いパソコンと言えばいい。わかりました、聞いてみます。頼む、最後に合言葉を。エルプサイコンガリー。コンガリーだ。どうでもいいだろジョック。もう少しだ。お待たせしました。これが IBN 火災尺か。はい。ゆっくりゆっくり。お父さんに聞いてみたら、このパソコン確かにうちの神社に奉納されていました。ルカ子よ、これを借りることはできるか。終わったら返してくれればいいそうです。うむ。では僕はこれで。上州よ。はぁ。というわけで IBN5100 が今ここにあるのだ。さあ、これで思う存分発見。レンダドクター中鉢か。変わってないな、パパは。これ、アイドルを渡そうと思ってたの。
たとえ夢が違っても私はパパの一番の理解者でありたいから。私はもう逃げない。タイムマシンを夢物語と決めつけたりもしない。この先どんな現実が待っていようと、目の前で起こったことは全て受け止めてみせるから。じゃあもう行くね。マキセ・クリスのタイムトラベル理論を確保した。あとは IBN5100。 またお前勝手に。別にいいでしょ、私だってラボ名なんだから。説明して、 IBN を何に使うか。聞くからには共犯だぞ。いいから。セルにハッキングしている。あ、静かにしろ。俺たちは陰謀を暴こうとしているだけだ。あんた、ネタを信じるのもいい加減に。来たー、来た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 。さあ観念して俺の前の全てを晒し上がって、ロケット、アイデアゲット。おー、やったのか。めちゃくちゃ当たった。ねえ、ハッキングしたって言ったけど、管理者の ID じゃないと見れる範囲を限られるっつうか。おっぱいしか見えないだけ。内容はまだメールがいくつか出てきただけ。英語か。エキサイト先生にご登場願い。ダメ、JPEG で保存されてるからコピペできねえし。ちょっと見せて。おう、気になるのか常習よ。うるさい。時空の支配とそれに基づく歴史の破壊。これは序文ね。他の画像ない？じゃこれは Z プログラムでは高エネルギーの陽子衝突を用いた時空転移実験を行う。時空転移？タイムトラベルではないか。嘘。嘘ではない。やはりセルンは以前からタイムトラベルについて実験を行ってきたのだ。待って、結論を出すのは早すぎる。プログラム第一段階、大型ハドロンの建設および実用化。プログラム第二段階、リフターの実用化および調整。プログラム第三段階、動物実験。プログラム第四段階、人体実験。その先は？詳細はゼリーマンズレポートを参照。ダル、それを見ることはできるか？できるとは思うけど、まずくね。これが事実だとすると、マジ国家機密級だって。ここまで来てビビってるの？考えてみろ、相手はセルン。レポートは40年以上も隠されてきたトップシークレットだぞ。じゃあ見ないつもり？ふん、お前はもう帰れ。え？ここから先を知ったら危険にさらされる可能性がある。お前は将来を有望視された天才だろう。もしかして心配してくれてるの？当たり前だ。お前は俺の助手なのだからな。そりゃどうも。でも帰らないわよ。このままじゃ気になって眠れないから。後悔しないの？しない。ダルはどうする？まあ僕スーパーハッカーだし、見たところで足がつくような暇はしないつうか。わかった。ではこれより IBN を使ったゼリーマンズレポートの解析に入る。なお以降本作戦の名称をレーギャルンの箱とする。なんで北欧神話？つーか、そもそも作戦名とか言い出しちゃうのって。ダール、作戦開始だ。へい、ファイルが全部で14ある。適当に開いてみるわ。ん？履歴書？違う、これは被験者だ。この人たちみんな生きたままタイムトラベル実験に使われて。ゼリーマンズレポート10、被験者ジェームズ・マッカーシー、出身アメリカ。実験日2005年1月28日、 Z プログラム4、実験結果。ヒューマン・イズ・デッド・ミスマッチ。
超重力による無限圧縮およびカーブラックホール内の特異点通過に耐えられなかったと思われる。レポート8、被験者リンダヒル、出身イギリス。 Z プログラム4、実験結果。ヒューマンイズデッド。ミスマッチ、ミスマッチ、ミスマッチ、ミスマッチ。もう十分だ。ショックなのはわかるけど、知ってしまった以上何らかの結論は出さなきゃ。おかりん、結論決まってるだろ。こっちには未来ガジェット8号機電話レンジカッコ仮があるのだ。先に完璧なタイムマシンを作り出し、セルンを出し抜く。そして世界の支配構造を作り変えるのだ。付き合ってらんない。てってれー。おう、マユシ。ちょうどいい。ラボ面も揃ったことだし、円卓会議だ。ダール、今の電話レンジカッコ仮の状態は。この前の実験だと、放電現象が起きてる時だけ過去にメールが送れた。過去に送るメール、長くて言いにくいわね。それについては俺に一案がある。D メールって呼ぶことにしましょうか。おい、無視だ。オッケー。賛成。今突き止めるのは、どうやって電話レンジをタイムマシンとして使えるようにするか、その具体的な解決を。ちょっと待て。放電現象が起きるか起きないか、この包囲院教魔には仮説がある。え、それはズバリ発生時刻だ。最初の D メールはだいたい12時から13時、2回目は18時頃発生している。つまり同じ時間帯に実験を行えば再現が可能かもしれないのだ。じゃあ早速、時間は120秒で OK。 うむ、オペレーションウルド開始。いいぞ、もっとだ。ついに解明したぞ。発生条件は時間だったな。やるわね、岡部。あまりに単純で気づかなかった。メールは遅れてるかな。成功だ。受信日時は5日前。我ら未来ガジェット研究所は人類史上初のタイムマシン開発に成功した。お前何をしている。おかりん、そちらのエロい、あ、いや、セクシーな三次元女性はどなたでありますか。うん、紹介しよう。シャイニングフィンガー桐生萌香だ。IBN5100 を探していた女だ。一応さっき連絡を入れておいてな。この美女が。よろしく、キリュウ氏。三次元に希望を持ってた時期が僕にもありました。携帯持ってないの。俺の携帯は今人類史に名を残す偉大な実験に使用中だ。チース、ひょっとしてさっきから愉快なことしてない？店長すっごくイライラしてるよ。2階からの振動がすごくてさ、家賃1万円アップするぞこらとかなんとか。1万円、ちょっと待って、1万円って高いか。1万円か。千円札10枚。マキセ、クリス、何です。助手と過去に何かあったのか。過去には何もない。本当か。何もないって、今が初見。それより早く店長に謝りに行った方がいいよ。うん、おかげ。はい。やったか。何をしている。実験は中止だと言っただろ。最後にもう一度だけって、マキセ氏が。メールしたんだけど見てない。見られるわけなかろうが。5日も前に忠告したのに。ふざけんな。5日も前ってどういうことですか。マユシーが呼んだんだよ。マユシー、お前。さっき聞こえたタイムマシンって。なっ、こら助手、お前のせいで我がラボの重要機密が。 IBN5100 貸して。ダメだ、俺も一時的に借りただけだ。使い終わったら元の所有者に返すことになる。元の所有者って。柳林神社と。さっき聞こえてきた
過去にメールを送るって。何でもない。過去にメールを送る。激違いだ。タイムマシーン改造しといたわよ。くそお前ら。もっとはオカリンが叫んでくるっしょ。ルカ子、キリュウ萌香、すべてを話そう。ただし口外はするな。それとお前たちもラボメンになってもらう。キリュウ萌香、お前はラボメンナンバー005、ルカ子はナンバー006だ。そんなことより、さっきの実験でより分かったことがあるわ。こっちはお前たちの番民さ。ひょっとして FB？ え、どう電話レンジカッコカリの蓋がもげているではないか。改造よ、いちいち開けるの手間だったでしょ。電話レンジセカンドエディションバージョン 1.03 だよ。その電話レンジの携帯から好きな番号に D メールが転送できるぞ。まあいい。ではこれよりオペレーションウルドを第二段階に進め、 D メールをより実践的に使う実験を行おうと思う。あの、僕たちはここにいてもいいのでしょうか。構わん、ラボメンだからな。実践的って何するの？過去を変える。待って、そんなの危険すぎる。もしもタイムパラドックスが起こったら。助手よ、お前は科学者として D メールを使い過去を変えられるかどうか確かめたくはないのか。それはでも何を変えるの？いい質問だ。俺が本作戦において成し遂げたいこと、それは宝くじを当てることだ。オカリン、マユシーは悲しいです。僕は賛成。お金があれば PC パーツも買えるし、メイクインニャンニャンにも行き放題だもん。もっとね、世界が平和になる方法とかを考えるべきじゃないかな。岡部、志低すぎ。過去を変えられるかの実験なのだ。一番わかりやすいじゃないか。でも目的はお金でしょ。黙れセレブセブンティー。それ、うん、あ、私は18だ。つうかさ、宝くじにもいろいろあるっしょ。どれにする？それは…待って。萌香はどこ行った？あぁ、臓器。全く油断も隙もない。返事なかったから。あ、これがもしスイッチかっこ悪いってやつ。クリスティーナ、勝手に動き回らないようにしっかり見合っているのだぞ。見張ってろって言われたの？萌香さん、もしかしてラボ見たいの？じゃあ案内してあげるね。マユシ得意なんだよ。それで結局何を当てるんですか？うん、ロト6だ。毎週木曜日に当選番号が発表されている。そいつを過去に送るのだ。なるへそ、ロト6ね。本当にやるの？他にいい代案があるのか。当選番号どれにする？1等が2億円、2等が2300万、3等が70万。それビビったな。うるさい。それがタイムパラドックスを心配してた奴の言葉か。せーの、イエーイ。いつまで遊んでいる。シャイニングフィンガー、初仕事だ。 D メールの文面を考えるのだ。何も知らない1週間前の俺にロト6を買おうと思わせる文章な。02-1219-343537、ロト6で買え、絶対当たる。うむ、こんなもんだろう。じゃあ準備完了ね。ついにシュタインズゲートを開く時が来たな。またそれ、飽きないわね。それじゃレンジを起動させるぜよ。ポチッとね。
金は、ロタシックさん、キョウマさん、すみませんでした。ルカ君、これ02-12-18-34-35-37。 お前、これはどこで。僕、キョウマさんに数字を教えてもらって。俺が当たるかもしれない数字だから買ってみろって。ロト6。え、いつ。1週間前です。で、ルカシ、ロト6当てたん。それが番号を一つ間違えてしまって。おし、おしせやがる。岡部、あんたまさか電話レンジで。なぜ問いかけなのだ。お前も見ていただろう。何を。 D メールで3等の当選番号を当てる俺をだ。全員で話し合ってその方法を選んだ。オカリン、本当に大丈夫。この感覚、あの時と一緒だ。俺だけが覚えている。俺だけが。岡部、事情は後で話す。今日のところは全員解散してくれ。メールを読みました。あなたの解釈通り、過去を変え、世界線が移動したことに間違いないでしょう。唯一わからないことは、あなたに過去改変前の記憶が存在しているということです。それは事実ですか？事実です。以前にも同じようなことがありました。どういうことでしょう？わかりません。メールによる過去改変など、2036年においても想定されていなかった事象です。あなたは今回過去を改変し、世界線を移動させました。しかし、世界線を越えて記憶を維持し、その変動を観測できる人間など今までに確認されたことはありません。あなたなら世界を導くことができるかもしれません。世界線 1% の向こう側へ。世界線 1% の向こう側とは、そこに一体何があるというのですか。その先にあるのは真の自由です。その壁を越えなければ未来はディストピアとなる。私の目的は未来を変えること。そしてその力を持っているのはあなたかもしれない。今日はあなたに救世主になってほしい。この俺が救世主だと。くだらん。俺は狂気のマッドサイエンティスト。望みは破壊と混沌だ。どうしちゃったんだぜ。これよりオペレーションウルドを再開する。待って、言ったはずよ。私は反対。昼間は協力的だったではないか。昼間って、それじゃあやっぱり。ああ、実験は行われた。 D メールによりすでに過去は変わっているのだ。世界線が変わったっていうこと。おそらくな。そのためにお前たちは改変前の記憶を一部失ったのだ。なんであんたは覚えてるのよ。それこそが我が魔眼。リーディングしたいの。実験を続けるぞ。チース。あれからどうしたの。何がだ。タイムマシン、ジョン・タイターに聞いたの。お前、なぜそのことを知っている。え、だって全部窓から筒抜けだよ。どこまで知ってる。大体全部。そうか。
私も D メール使わせてほしい。いいけど、私的なメールは禁止よ。過去が変わったかどうか、シンプルな内容が望ましいわね。4日前に携帯の機種変更をしたけど、変えない方が良かったって自分に伝えたい。なるほど、過去が変われば桐生さんの携帯が変わる。一目瞭然ね。では橋だ。それじゃ行く。ポチッとな。フィンガーどこ行った？キリュウ萌香だ。今日は来ていないのか？誰それ？なんだと？まさかまた D メールを？着信履歴には7月31日まで萌香のメールが残っている。くそ。早くしろ。何？もしもし、お前は？ごめん、今忙しい。どういうことなのか説明して。4日前、Dメールを受け取ってからの桐生萌香の行動が変わり、ラボに来なかったというふうに過去に改変されたのだ。世界線を越えて記憶を継続する力、本当に本物なの？この力は本物だ。だから僕、僕はネギネギしいて。あそこはダメ。そんなところ触らないで。よいしょよいしょ。わかった、僕一人で着るから。だからあっちに。着るのにコツがいるからね。お願いだから脱がさないで。マイマザー。ライネットのキラリちゃん。こんな格好恥ずかしい。大丈夫、可愛いは正義だから。おかりどうも。俺だ。今強烈な精神攻撃を受けた。まだいた。心がどうしたんですか京馬さん。ほんと何を騒いでるんだか。変態女子よ、全身を舐め回すように見つめるのはよせ。変態って言うな。まったくけしからん展開。どう、この子スルカ君に似合ってる？とってもキュートよ。キュートだなんて、そんな。ところでルカ子よ、一体なんでラボにいるのと？お願いに来たんです。ん？その、実は僕女の子になりたいんです。んうん、あ僕自分の容姿があまり好きじゃなくて、でも女の子になれれば少しは自信が出るかなって昔からそう思ってたんです。ちょっと待って、彼女は一体何を言っているの？常習よ、お前はどうやら決定的な間違いを犯しているようだ。間違い？ルカ子は女ではない、男だ。浅はかだな。お前も科学者なら自分の目でしっかりと確かめてみろ。ごめん、ちょっと。やめろ！僕のパソコンでやめろ！は？
ことがあるんです。赤ちゃんがお腹にいる間に野菜をいっぱい食べると女の子が生まれるって。よかろう、お前の望みを叶えてやろう。ありがとうございます。よかったね、ルカ君。はい。性別変えるのはさすがにまずいんじゃね。野菜を食ったぐらいでそんなことありえると思うか。悩んだ上でのことだろう。それで気が済むというのなら。科学的根拠もないしね。では早速実験。ちょっと待て、お前が生まれた時には携帯は普及していないのではないか。一応お母さんにポケベルの番号は聞いてきたんですけど。でかしたぞ、メールの文面は。はい。はい。野菜食うと元気な子を産める。よし、起動するぞ。本当に大丈夫？心配するな。それじゃ行こう、ポチッとな。これは…こら変態、どこを見つめている。これは…失敗だな。は？何かが変わったはずなのだ。何かが…パパ、聞こえてる？よかった、電話がつながって。それで今どこに？え？だってパパが…違う！私はそんなこと望んでなんか…私はただ…パパと仲直りしたいだけなのに…なんでお前たちまでついてきたのだ。フェイリスちゃんのプライベートとか突せざるを得ないだろ。若干フェイリスちゃんの用事ってなんだろうね。本当にここなのか。うん、間違いないよ。まもなくお嬢様がお見えになります。おお、本物の羊だ。うん、お待たせしたにゃん。うん、フェイリスだ。フェイリスニャンニャン、どうやらお前の正体を聞いておかねばならないようだな。フェイリスは…フェイリスニャン。説明がないのなら帰らせてもらえ。仕方がないニャン。フェイリスの家はここら辺のお家主だったんだニャン。じゃあ…もしかして明葉って…え？明葉…誰？またやったな。え、開けはって？フェリスちゃんの本名だよ。フェリスちゃんはフェリスちゃん。秋葉ルミホちゃんって言うんだよ。ちなみに秋葉に萌え文化を取り入れるようお願いしたのはフェリスなのにゃん。そして自分でもメイドとして萌え文化を支える。ガーメン！ルカちゃんもメイドになればいいのにね。それでは羊喫茶ではないか。え？男装ってこと？まさか、ルカ子は女なのか？まさかも何も、ずっと女の子だよ。
あの時世界線が変わったというのはそういうことだったのか。どうかして？何でもない、何でもない。というか貴様なぜ呼び出したのだ。ちょっと一度だけ D メールを使わせてほしいだけにゃ。お安い声だよ。一度と言わず何度でも。お前なぜそのことをしている。ダルニャに教えてもらったんだにゃ。ダル、貴様洗いざれ話させていただきまして。フェリスちゃんもラボメンになればいいんじゃないかな。待て、待つのだ。ちょっと待って。私利私欲でロトシクターゼロとしてメール出しといて、フェリスさんはダメだった。望んだ結果になるとは。一回だけだよ。わかった。ただしマイリも言ったようにフェイリスにはラボメンになってもらう。お前は今日からラボメンナンバー007だ。よかったねフェリスちゃん。っていつに送るの。10年前にゃ。メールの内容は。それは秘密だにゃ。ふざけんな。それでは検証できないじゃないか。人のメール見るのは良くないと思います。マイリ待って。激しく同意。くそ。仕方ないか。では送信ボタンに手を置いて待て。助手に準備をさせる。やっぱりメールはしなくても。フェイリス、放電が始まった。送信しよう。今度は何が。ごめんにゃ、フェイリスはこれからちょっとパパと出かけなきゃいけなくなったにゃ。ラボに戻るぞ。実験結果の検証と円卓会議を行う。はい。ダル、セルのサーバーの解析状況は順調なのだろうな。だからそれは IBN 5000尺を使って解析しないと状況は変わらないよ。ちょっと待て、まだ解析をしていないということか。え、どうやってやる。 IBN 5000尺もないのに。待て、IBN 5100はどこにある。そんなこと僕が知るわけないでしょ。まさか。ハロー、クリスティーナ。もしかして俺は IBN 5100を見つけていないのか。もしかしても何もどこにあるかも分かってないじゃない。お金、タル君、おかけを。うん、すいません、ここお願いします。ここはどこだ。ない。秋葉から萌えが全て消失してしまったのか。何言ってんの。それに私10日前に来ただけだし。あ、そうか。と言ってももうこの町離れるんだけどね。え、私も多忙なわけよ。さよなら。おい、おい、ちょっと待って。待ってよ、オカリン。
のってすずさん？寂しそうな顔をしていたな。お父さんに会えなかったんだね。何？何って、すずさんはお父さんに会うために秋葉に来てたんでしょ？それで昨日が最後のチャンスだってオカリンが教えてくれたんだよ。それでね、尾行しようとしてたからマユシーとクリスチャンで止めたんだよ。水を差しちゃダメ。マユシー、オカリンはなんだかものすごい剣幕でラボに登ってったよ。僕は今来たとこ。昨日は楽しかったね。君たちのラボっていいね。いつも仲良さそうで楽しそうで、あんなに居心地のいい時間は生まれて初めてだったよ。いつでも来るといいよ。すずさんもラボ面なんだから。親父さんのこと残念だった。もしかしてオカリン邪魔しちゃった？全然大丈夫だよ。すずさん、やっぱり帰っちゃうの？ううん、もうちょっとだけ頑張って父さん探してみるよ。うおー、あらー、大丈夫？ちょっと右、もうごめんね。大丈夫？ほら、ちょっとそれ本当なの？ああ、1階の42型ブラウン管テレビがリフターの役割を果たしている。だから工房が営業中の時間だけ使えたのかって、なんでそんなこと知ってるのよ。そんなことはどうでもいい。それよりも助手。何よ。お前は脳科学が専門だったの？そうだけど。記憶をデータ化して D メールで飛ばせないか？できるかもしれない。どうしたのよ岡部、今日はさえまくりじゃない。なんでもない。でも人間の記憶データを圧縮するには電話レンジじゃ。問題ない、セルンの LHC を使えばいい。は？ダルから連絡があった。ラボのパソコンがセルンのネットワークと直結しているとな。それまずいんじゃない？ダルはバレるようなヘマはしないさ。親父さんのとこ全部が終わったら行こうな。よし、これで完成。これがタイムリープマシンよ。見てくれはチャチだけど、これで理論上記憶を過去に送ることができるはずよ。まあ最大48時間までしか送れないけど。どうやって記憶を読み取るん？記憶の読み取りはこのヘッドセットで行うわ。受信者は携帯を耳に当ててその信号を受け取る。そして思い出すという形で未来の記憶を手に入れる。ありがとう。え？何よ急に。気持ち悪いわね。あれ？マユシーの懐中止まっちゃってる。おかしいな、さっきネジ巻いたばっかりなのに。動かないで。タイムマシンはセルンが回収する。マイカさん、お前たちはまた。マキセ、クリス、岡部凛太郎、橋田イタル、3名は一緒に来てもらう。椎名真由里は必要ない。真由里、真由里！
42ブラウン管点灯済み。お願い行く、早くしろ。もし失敗したら早く。マイリン、お前を助けてやる。必ず飛べよ。しろ、バカ。すまん。時間は今から5時間ほど前、ちょうどタイムリープマシンが完成する頃にセットしておいた。完成前まで飛ぶとマシンが完成しなくなる可能性が出てくるから、あんたがそこへ飛んでタイムリープマシンが完成したらみんなを解散させて私にさっきの話をして。未来から来たといえば多分私は信じる。なぜわかる？私のことは私が一番よく知ってる。そもそもタイムリープマシンを開発したのは私なのだぜ。自分のマシンに自信があるということか。まあね、さっき岡部を見た時も確信してた、タイムリープしてきたんだって。あ、念のためキーワードを決めておきましょうか。私が今一番欲しいものはマイフォークである。欲しいのか、マイフォーク。うん、マイスプーンはもう持ってるし。って、そこに興味を持つな。行こうよ。ああ。5時間前の私はさ、知らないんだよね。あんたがクリスって呼んでくれたこと。そうなるな。行くぞ、マイフォークティーナ。誰だよ。で、話って何なのよ。いきなり解散って言ったかと思えば今度はメールなんかしてきて。実はな、俺は5時間後の未来から来た。
はあ？何そのバカっぽいセリフ。どこ？お前言ってることが全然違うじゃねえか。何が私は多分信じると。何勝手に言い出してる。多分とか信じるとか論理性皆無の発言、私がするわけないだろ。言ったんだ。そもそもタイムリープマシンを作ったのは私なのだぜとか得意げに。バカじゃないの。はいはい、ワロスワロス。この女殴りたい。あ、お前が今一番欲しいのはマイフォークである。どうだ。本当に話したの？5時間後の私が。マイスプーンはもう持っているからと思うな。あ、うん、私は絶対に認めないからな。ちょっと認めろ。くそ。はい、やはり岡部君。対象はタイムマシンを完成させていました。ええ、そうですか。いえ、わかりました。では。説明しなさいよ。なんでこんなところにみんなを集めたのか。聞いてもらいたい話がある。俺はタイムリープしてきた。え？マジ？あんたそんな気はしてたけど本当なの？お前のアットチャンネルでのアカウントは栗ご飯とカメハメハだ。あんた、どうして未来の私が言ったの？そうだ、その時の自分を殴りたい。あ、でもなんでそんな話に？それは天音鈴葉、お前がジョン・タイターだからだ。ちょ、マジ？パネス。俺は2日後からタイムリープしてきた。そこで全て聞いた。アトラクタフィールドを越えなければセルンがディストピアを形成することも、それを回避するためにお前が未来からやってきたことも全てお前の口から聞いたことだ。そのために IBN5100 を手に入れなくてはならない。そうだ、 IBN を取り戻し、セルンに捕捉された全ての D メールを削除する。で、なんで岡部凛太郎はタイムリープしてきたのさ。お前のタイムマシンが壊れている。嘘！まさか昨日の雨で。そんな、これじゃ過去に行って IBN を手に入れられない。だから俺が来たんだ。タイムマシンを直し IBN を手に入れるために。だら直せるか。え、あまね、自分じゃ無理な。私には、作ったのは父さんだから。2036年のタイムマシンを現代の技術で直せるわけ。やってみなければわからん。とにかく2日で何とかしてくれたら。なんで2日なん？それはとにかく2日だ。頼む、お前だけが頼りだ。私も手伝おうか。いや、お前にはタイムリープマシンを完成させるという重要な仕事がある。ねえみんな、もう一つ何か忘れてない？すずさんのお父さん探し。父さんのことはもういい。よくないよ。すずさんがタイムマシンに乗ったのは使命とかもあるけど、お父さんに会いたかったからなんでしょ。だったらマユシーは会わせてあげたいのです。
父親の名前はバレルタイターだったな。それはコードネーム、本名は知らない。アマネっていうのは母さんの名前。手がかりは父さんの形見のこのピンバッジだけ。お父さんは2010年の秋葉原にいるんだよね。それじゃあマユシーは早速捜査を開始するのです。綺麗だね。岡部凛太郎、きっと未来を変えてね。まだだ、まだ時間は。君たちには本当に感謝してる。父さんのことは残念だけど、君たちと一緒に過ごせて本当に楽しかった。思い出を作ったことを後悔していないか。ひょっとして橋田イタルから聞いたの？あのタイムマシンは過去にしか飛べない。あいつもお前のことを心配している。私は行くよ。未来を変えることは父さんの意志だったから。そのためならお前自身はどうなってもいいというのか。70年代だって悪くないよ。そこでまた君たちみたいな友達を作って自由に生きていく。岡部凛太郎、きっと未来を変えてね。きっと未来を変える。今みたいな自由な世界に変えてやる。そろそろ行こう。みんな待ってる。いつもと違う道、遠回りをしたって何も。それじゃ行こう。多分これでOKだと思うけど、一応最終チェックやろ。で、2010年の秋葉で独自にタイムマシンを研究できて、オカリンのリーディングなんとかについて知ってる人は。まさか
はい。さらにバレルっていうのはタルって意味なんだよ。ダジャレ。そしてマユシーの見つけた一番の証拠はここ。 FG204 タイムマシンの名前、フューチャーガジェット、未来ガジェットのことだよ。それでね、その横、セカンドエディションバージョン 2.31。 そのネーミングセンス。そういう時はパパと呼びなさい。おい父さん、私来たよ。父さんに会うために、父さんの作ったタイムマシーンに乗って。私、父さんのやろうとしてたこと絶対にやり遂げてみせるから。だから見ててほしい。見てるよ、絶対見てる。5年後にまた会おう。君たちにとっては数時間後か。マユシーたちのこと忘れちゃ嫌だよ。気をつけて。私は大丈夫。きっと IBN5100 を手に入れてみせるから。さよなら。きっとまた会おうな。僕、その時まで頑張るからさ。だから鈴はもう、頑張れ。岡部、ダイバージェンスメーターの値が変わっていない。手紙。橋田すず。昔俺が世話になった人からの手紙だ。今日お前に渡してくれって頼まれてたんだ。この人は今どこに。亡くなったよ、10年前だ。お久しぶりです、天音鈴葉です。あなたにとっては数時間前のことかもしれないですが、今は西暦2000年の6月13日です。結論だ、結核。失敗した、失敗した、失敗した、私は失敗した、
失敗した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 私は失敗した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 私は失敗した失敗した失敗した私は失敗した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 私はこの24年間記憶を失っていた。タイムトラベルがうまくいかなかった。修理が完全じゃなかったんだ。でも父さんは悪くない。私が悪いんだ。まっすぐ1975年に飛んでいればよかった。わがままを言っている場合じゃなかった。これじゃあ未来は変わらない。私は何のためにこの年まで生きてきたんだろう。使命を忘れてただのあなた生きてきた。許して。岡部凛太郎、もしも時間を戻せるならあの日の私についてこないでほしい。1975年に飛ぼうとした私を息止めないでほしい。こんな人生は無意味だった。聞かせてください。橋田すずさんの亡くなった状況を、彼女の最後を知っておかねばならない。それがどんなものでもこの胸に刻みつけておかないと。単なる好奇心ってわけじゃなさそうだな。しかしお前ら、すずさんとはどういう関係だ。古い友人です。でも彼女と過ごした時間は今もはっきりと思い出すことができます。あんまり言いたくないんだがな、自殺だよ。自宅で首を吊ってな。明るくて優しい人だったんだが。お父さん、お客さんだよ。俺のせいだ。俺があの夜鈴葉を引き止めたからタイムマシンは壊れてしまった。Dメールさえ送らなければ鈴葉は旅立てたんだ。何かが変わると考えもなく闇雲に。おかえり、Dメール送るの。そんなことしたら全部消えちゃうんだよ。鈴さんとの思い出も全部なかったことになっちゃう。分かっている。あの、橋田すずという方は今どこに。なんだお前、すずさんと知り合いだったのか。もうかれこれ10年ほどになるかな。せめて最後は見とってやりたかったんだが。自殺ですか。病気で亡くなったんだよ。ああ、そうだよ。お前、この数字なんだかわかるか。鈴田さんいつもこの数字気にしててな。この数字変わる前なのかな、後なのかな、私は変えられたのかなって。変わってる、変わっているよ。
スザ。今まで出した D メールの中で世界線が移動したのはロト6、桐生さん、漆原さん、フェイリスさん、天音さんの尾行、最後の天音さんの尾行を取り消したら襲撃が1日遅れたということは D メールを遡って取り消していけば、そうだ、 IBN5100 があった元の世界線へ戻れる。冴えてるわね。お前の言葉だよ。なんだか頭の中を覗かれているみたいで気持ちが悪いわね。すまん。気をつけて。あんたの脳は貴重なサンプルだから、世界線を移動しても記憶は継続してるし、タイムリープにも耐えちゃうし、一度マッピングして。クリス、クリスって呼ばれたこと私忘れちゃうんだね。にゃーんだか難しい話をしてるにゃね。フェリス、 D メールの内容を教えてほしい。 D メール？お前が過去に送ったメールだ。過去にメール？何の話にゃん。この世界線のフェリスさんには D メールの記憶が、いや、その、なんというか、仮にだ、俺たちがタイムマシンを作ったと言ったら信じるか。兵馬の言うことなら信じるにゃん。嘘か。フェイリスも異次元移動マシンを開発したところにゃん。例えば秋葉が萌えに溢れた街だったとする。あにゃ、お前がタイムマシンを使って今のような電気街にするとしたらどんな方法を取る。そんなこと言われても。でも萌えにあふれた街って楽しそうだにゃ。実は前にパパに話したことがあるにゃ。秋葉にもメイド喫茶をオープンさせたらどうかにゃって。でも残念ながらダメだって言われたにゃ。メイクイーンのことか。え、なんでその名前を知ってるにゃ。パパにも話したことないのに。あったんだよ、メイクイーンがこの秋葉に。秋葉は萌えにあふれた街だったんだ。兵馬、お前はその街を誰よりも愛していた。なのにお前がメールを送った途端街が変わってしまった。一体どんなメールを送ったんだ。岡部、急ぎすぎよ。大丈夫にゃ。 D メールを取り消さないとどうなるにゃ。マユリの命が危ない。嘘にゃ、そんなの嘘にゃ。マユシーの命が危ないってどういうことにゃ。メールの内容が分かるのか教えてくれ、頼む。 D メールを取り消さなきゃならないんだ。それはできないにゃ。どうしてマユリが、マユリが死んでもいいって言うのか。言うわけないにゃ。フェリス、岡部、最近よく夢を見るのにゃ。10年前パパと一緒に遊びに行こうって約束してたの。でも仕事でダメになっちゃって、寂しくて愛されてないんじゃないかって思っちゃって、パパなんかもう知らない、死んじゃえばいいんだって。そしたらそれがパパとの最後の会話になっちゃった。その過去を変えたくてメールを送る夢。まさか別の世界線の記憶が。それでお父さんは事故を回避し、お前が積極的に萌え文化を秋葉に取り入れることもなく、秋葉は電気街のままだったということか。10年前に死んだパパを生き返ら
せたの。パパが死んだ過去を死なないように変えた。Dメールを取り消したら、フェリスさんのお父さんは、なあ、Dメール送るよ。パパは10年前に事故で死んでるの。それが真実なんでしょ。この10年間が夢、一緒に過ごしてどれだけ愛してくれていたのかも分かった。マユシは私の友達だもん。わがままなんか言ってられないよ。本当にいいのか。よくない、よくないよ。私、世界線が変わる前のこと思い出したけど、変わった後のことも覚えてるんだよ。変わる前と後がごっちゃになって、どっちが本当なのか分からなくなりそう。何かまだ方法があるかもしれない。そうだ、俺がもう一度タイムリープして。まあいいの。タイムリープ危険なんでしょ。京馬に危ない目に遭ってほしくない。世界が元に戻ったら今の記憶は全部なくなっちゃうのかな。きっと覚えているさ。幸せだった10年間。もう夢から覚めなくちゃね。でも一つだけお願い、少しだけ一人にさせて。仕事中に何でもないの。ただ声が聞きたくなってありがとう。愛してるよパパ。一緒にいると毎日楽しいです。そうか。どうかしたんですか急に。いや、何でもない。ルカ君、ラボでみんなが話そうって。はい。ではごめんな、ルカ子。あんた、なんか変よ。変か。なあ、クリス。ルカ子はどう思う？は？どうって。可愛くていい子じゃない。可愛いか。そうだな。
イライラするわね。さっきから何なのよ。あいつはな、俺のことが好きだったんだ。こんな俺を好きだって言ってくれたんだ。それなのに俺は。ちょっと岡部、何言ってるのよ。漆原さんは男の子じゃない。別の世界線では女だったんだ。マイリを助けるために俺はあいつの気持ちを犠牲にしたんだ。もともと俺が考えなしに実験を繰り返したせいなんだ。俺がちょっと岡部、ちゃんと説明しなさいよ。マイリを助けるためってどういうこと。俺たちはタイムリープマシンを完成させたことでセルンに命を狙われている。そして世界線の収束により、おそらく明日中にマユリが死ぬ。本当なのよね。何度も試した。世界線を越えてマユリを助ける方法を何度も、でもためらった。何度もマユリは死んだ、救えなかった。原因となった全ての D メールを消去してアトラクタフィールドを越えない限りマユリは救えないんだ。つまりそれで漆原さんの D メールを消したのね。それでも勝手に俺が消してよかったのかって、他に方法はなかったのかって、あいつの気持ちは踏みにじる権利なんかないのに。マユリを助けるんでしょ。だったらそんなことしてる暇なんてない。終わってから、全部終わらせてから責任の取り方を考えなさい。クリス、いくつかわからないところがあるから後で説明しなさいよ。それで次に取り消すべき D メールは。モイカだ。キリュウ、モイカ。じゃあ、あんたは桐生さんの動向を探って。明日は、マユリのそばには私がいる。マユリは明日…一人で抱え込まなくていい。辛かったら相談しなさい。私も、ラボ名なのだぜ。携帯を貸せ。お前は4日後この部屋で自殺する。FB からの連絡を待っても一人孤独にここで死ぬんだ。嘘。いつから返事が来ていない。ずっと待ち続けたろ。おかしいと思わないか。お前は死ぬんだここで。いや、マイリを殺したお前はここで一人で捨てられて裏切られてゴミクズみたいに。誰もお前を助けになんか来ない。FB もだ。いや、撃ってみろ。撃てよ。お前は利用されたんだよ、その FB ってやつに。世界線の収束だよ。
この4日間では俺を殺せない。お前は死んでも俺は死なない。いやしてなかったんだ。直前にメールの文章を変えたんだ。くそ、着信履歴は残ってない。もうやってる。あった。予定通り D メールを取り消す。起動した。なぜだ。どう、ダメだ。過去の桐生舞香が D メールを信じなかったのか。別の文面でもう一度。いや、おそらく萌香を動かせるのはあいつだけだ。あいつの携帯からメールを送ることができれば無条件で従うはずだ。あいつって。俺は FB を探す。何か居場所に心当たりは。会っても話すわけないか。さっき言ってた、私が誰かを殺したって。未来のこと。ああ、 FB の命令ならやるんだろう。やる、きっと。利用されていると分かってもか。そうやって依存したまま捨てられて死んでいくんだ。4日後、お前の死はこの世界によって決められている。避けられやしない。だが俺はそんなのごめんだ。俺は世界に抗う。真由里を必ず救ってみせる。コインロッカー、大ビル前、 IBN5100。心配したんだからね。今どこ？え？なんでも。そしてまた誰かが目覚める。回れ星よ回れ、どこまでも鼓動が続くまで。部長、あいつが FB か。違う、 FB は女の人。マユシ、どうしたんだ。なんだか最近全然オカリンとお話ししてないような気がするなって。そう、まあ今日のコミまで戦利品持ち帰れば OK っしょ。あいつだ。ミスター・ブラウン。
あの男に見覚えは？見たことない。どういうことだ。もういい。行き先はフランス行きの飛行機。セルンのある国だ。そう。FB らしき女は現れなかった。FB からのメールか。見てもいいか。M4 の判断は正しかったと思っているわ。正直な話、M4 ほどひたむきに頑張ってくれる人はいないわね。M4？ FB がつけてくれたコードネーム。FB と私しか知らない秘密の。あなたは確かに人付き合いが苦手かもしれないわね、M4。でもそれはあなたの個性とも言えるんじゃないかしら。連絡くらいしろ。こっちも立て込んでいたんだ。私はいい。でも真由里には。そういえばもう随分話していない気がする。橋田も心配してた。あの子もそう言ってたって。そうか、行くぞ。直接当たってみるしかない。当たってみるって？俺たちがよく知っている人間にだ。どうしたお前ら揃いも揃って。お聞きしたいことがあります。なんだよ改まって。 FB という人物についてご存知ですね。俺たちは全部見ていたんです。ここから IBN5100 が運ばれるのも。あなたをどうこうする気はない。俺たちはただ FB に会いたいんです。教えてください。一体どこにいるんですか。裏切ったようだな。 M4。 FB がつけてくれたコードネーム。 FB と私しか知らない秘密の。まさか。どういうこと。フェルディナント・ブラウンって知ってるか。ブラウン管を発明したノーベル物理学賞。さすがだな。その頭文字は FB。 じゃああなたが。そんなの嘘。依存の次は現実逃避か。本当に FB？ ああ。でもメールは全部俺が書いた。なんで女言葉買って。お前を騙すためさ。そんな。お前だけじゃないぜ。他の連中にもそいつらが求める人物像でメールを送ってやるんだ。まあお前みたいなやつが一番騙しやすくて助かるがな。彼女との連絡を絶ったの。IBN5100 を手に入れた時点でこいつは用済みだ。だから捨てた。それだけだ。あなたがセルンの犬だったなんて。犬？鈴葉は橋田鈴さんはそんなことをさせるためにあなたの世話をしたんじゃない。お前どうして鈴さんのこと知ってる。鈴さんには関係ねえ。鈴さんには関係ねえことだ。だがお前が何を分かる。真冬のマンホールの中で寝たことがあるか。まだガキだった。コンクリが冷たくてな、骨身に染み上がる。
3日も4日も何も食わねえで横になってると来やがるんだよ。ネズミが死体と間違えてかじりに。なときさ、垂れてたんだよ雲の糸。そしたら登るしかねえだろ。たとえ行き着いた先でこの手を汚すことになったとしても、そうやって糸を登って気がついたら操る人形だ、逃れることなんざできねえ。糸から逃れた人形は裏切り者には知ってやつだ。まあ任務を完了したところで消されるか。犬って言ったな。犬なんてもんじゃねえ、勝ちくそ。俺たちは逃げようと思ったこともあった。こんな俺にも大事なもんができた。そいつだけは巻き込みたくねえってよ。だが失敗は許されねえ。逃げようとすれば娘も。俺も失敗した。待て！って言ってたんじゃない。ちょっと、なるほどね。参りの死を避けるには今は私たちがいるアルファ世界線から抜け出し、岡部が一番最初の D メールを送る前の世界線、ベータ世界線に戻るしかない。それにはセルンのデータベースにあるそのデータを消すしかないんだ。マユシが死ぬとか、アマネシが未来人で僕の娘とか、もし全部妄想だったらオカリン、ラノベ作家になれると思う。そうだったら嬉しいが。マキセシ、信じる？仮説としてはね、できれば客観的データが欲しいところだけど、それはさすがに無理だし。お前が作ったタイムリープマシンの出来は勝ちだった。そう？あって当然でしょ。それに何よ。何でもない。何よ。何でもないって。つなぎ終わった。設定いじらないとダメだけど、10分もしないうちに始められる。頼む、スーパーハカー。スーパーハッカー。最初の D メールか。それってあれでしょ、私が刺されてたとかなんとかっていう。え、それであんた私の体に触ろうとしたりして。you
ったの？じゃあクラッキング始めろ。待て、クラッキングは中止だ。岡部、それじゃ僕忙しかったし、ではまいし。あ、コミマ今日が最終日だっけ。うん、クリスちゃんも来る。かわいいコスプレの子とかいっぱいいるよ。別に興味とかないし。オカリン、どうしたのかな。さあね、クラッキングを中止するって言ったきり、どういうつもりなんだか。さあ下まで送ってくわ。なあ、真由里、こんなんじゃあんまり星見えないな。こんなのあんまりだろ。いつまでそうしているつもりだ。一人にさせてくれ。教えて、どうしてクラッキングをやめるの。お前だってよくないと言ったろ。タイホフラグが出てビビったんですね。わかります。人法精神に目覚めたと言ってくれ。らしくないわね。いつもの独善的な態度はどこに行ったのよ。狂気のマッドサイエンティスト。ほーい、独善的でなんていられるか。狂気のマッドサイエンティスト、包囲狂魔、そんなの全部妄想だ、設定だ。気づかなかったのか。初対面で気づいてましたが、まさかまたタイムリープしてきたの。何があった。散々相談に乗ってやったでしょ。今さら遠慮するの。今までも二人で考えてここまで来たんじゃない。ここまで来たか。スズハやフェイリス、ルカ子、みんなの思いを犠牲にしてやっとたどり着いた。それがこんな結末なるかよ。わかる。ねえ岡部、あんたあの時泣いてたんだよ。橋田も心配してた。怖い夢でも見たんじゃないかって。教えて、岡部の力になりたいの。7月28日、俺は真由里と中鉢博士の会見に出かけた。そこで俺は何者かに刺され倒れているマキセ・クリスを発見。テンオレンジにつながっていたダルの携帯にメールを送った。1通目の D メール、ベータ世界線からアルファ世界線に移動することになった元凶セルンに捕らえられた。そのメールを消し、ベータ世界線に戻るということは、つまりその世界に戻るということ。データ世界線に戻れば、あの D メールを消せば
前が死ぬ。マユリか。どうした？別に何もない。誰の勘違いだ。マユリ、おい、マユリ。すぐに行くべきよ。私のことは今ここで話してても何も答えは出ない。だからあんたは今まで一人で悩んでた。だったらマユリに会いに行くべきよ。ここでただあんたに心配されても私のプライドが傷つくだけ。さあ行って。どんな感覚なんだろう。どうしたもこうしたも、ここがあなたの家。
秋葉原駅前の高級マンション、しかも最上階じゃない。メイドがご主人様たちよりいいところに住んでるとか、ジャロから注意されるレベルよ。にゃふふ、この窓から下界を見下ろしてフェイリスは日夜こう考えてるのにゃ。もっと世界に萌えを広めてやるにゃ。約束の日、プロミストライアングルが訪れるその時までにゃ。12秒落ち。岡部もここに来たらやりそうなことね。クリスティーにゃ、なんか飲むかにゃ。気を使わなくていい。それより早くあなたのお父さんとドクター中鉢のことを教えて。わかったにゃ。ちょっと待っててにゃ。これにゃ。これってビデオテープ？あ、でも小さい。カセットテープにゃ。音を録音するものなんだにゃ。20年くらい前はこれで音楽を聴くのが普通だったんだにゃ。初めて見た。あ、それでその中には何が？フェイリスのパパとドクター中鉢の会話にゃん。よくそんなもの残ってたわね。フェイリスのパパが何？いや、なんでもないにゃん。パパは大学生の頃からボイスレコーダーを日記代わりにしてたんだにゃ。テープは本当はもっとたくさんあったんだにゃ。でも20年前に全部処分しちゃって聞けないにゃ。だけどこの一本だけはここに引っ越してくるときにたまたま見つけたのにゃ。このテープ日付がついてるわね。平成6年。16年前、パパが28か9の頃にゃ。じゃああなたのお父さんと中鉢って同い年なのね。あんにゃ、確かにそうだけど、なんでクリスティーニは中鉢の年を知ってるのにゃ。え、あ、それはそのほらあれよ、なんというかその、いいから早く聞かせてよ。覚悟はいいかにゃ。これを聞いたら後戻りできにゃい。そういうのはもういいから。冗談を言ってるわけじゃないにゃ。どういうこと？パパたちはとんでもないものを作ろうとしてたにゃ。これから聞くことは誰にも話してダメにゃ。それがテープを聞かせる条件にゃ。安心して、誰にも言わない。どうせ私はもうすぐ消えるから。にゃ？消える？あ、なんでもない。とにかく約束する。誰にも言わない。信じるにゃ、ラボメン仲間として。じゃあ再生するにゃ。ポチッとにゃ。テステス、今日の秘密会議は秋葉原の喫茶店にて。こら、ゆきたか、そこは相対性理論超越委員会だろうが。分かったから座ってろよ、小一。私を本名で呼ぶな。ふぅ、芸名か。私も前はそんなことしてたな。そうなんですか、橋田教授。どんな名前だったんです？それは秘密。ちなみに、ゆきたかっていうのがフェイリスのパパで、小一っていうのがドクター中鉢の本名にゃ。知ってるわよ、そんなこと。橋田教授は誰だか分かんなかったにゃ。うちの執事も知らないっていう謎の人物にゃ。橋田って、まさかあのスーパーハカーの親戚、もしかして母親とか。誰にゃ、あのお母様に会わせてもらったことあるけど、全然違う声だったにゃ。ひとまずこの件は捨ておくわ。先を聞かせて。私のことはプロフェッサー中鉢と呼びたまえ。それが今の私の世を忍ぶなら。君がプロフェッサーだと橋田教授と被るじゃないか。あ、ドクターとかに変えないか。そもそも科学者としてはドクターというのには違和感がある。はい、というわけで定例会議を始めよう。おい、無視するな。ドクター中鉢、聞かせてくれ。研究が始まってかれこれ8年ほどが経とうとしているが、あれの完成はまだ見えないのかい？そもそもたった8年でカーブラックホールを作ろうなど無理に決まっているだろう。もっと長いスパンで考えろ。そうだよ、秋葉ゆきたか。ドクター中鉢くんはよくやってくれてる。二人ともドクターと呼ぶのはやめてくれないか。最近不況のせいで僕の会社も厳しくなりつつある。資金提供はなるべく続けたいが。潮時かな。橋田教授、どういうことです？これ以上は続けても無駄だってこと。そんな。中鉢くんはよくやってくれたけど、やっぱり個人の研究には限界があったんだ。いやだ、私は諦めたくない。
そもそも私たちにタイムマシンが作れると教えてくれたのは教授、あなたです。たった8年ダメだったくらいで諦めるならなぜ協力したんです？私はただ過去へ、いや未来に忘れ物を届けに行きたいだけ。孤独にその時を待ち続けるのってさ、結構きついんだ。何の話です？いつかわかるかもね、君たちにも。ともかく私たちは今もタイムマシンに夢を抱いている。それを捨てるのは嫌だ。だけどさ、中鉢くんだって家族がいるんだし、いつまでも夢を追ってるってわけにはいかないでしょ。それは確かに不幸だよ、不幸。年頃の娘さんにとって君のような男が父親なんだからな。そんなことはないさ。我が娘は幸せいっぱいだ。聞いて驚け、この前なんと足し算の数式に興味を示していたのだ。まだ2歳だというのに。さすが私の娘、将来有望だ。ドクターは親バカだね。お前の娘はどうなんだ、ユキタカ。去年生まれたばかりだろう。いや、仕事でなかなか一緒にいてやることができなくてね。あまり顔も見てやれない。タイムマシンを作れば娘の生まれた直後にだって戻ることができるぞ。なあ、それはとても素晴らしいことだとは思わないか？うん、そうだね。そんなロマンティストな中鉢くんの娘さんは幸せ者だ。ここまでにゃ。この3人のやろうとしていたことは未来ガジェット研究所と私たちと同じだ。このテープ久々に聞いたけど、ドクター中鉢って京馬に似てるたまんないかにゃ。岡部に言われてみればそうかも。私ってひょっとしてとんでもないファザコンだったのかな。で、クリスティーニャは中鉢さんとはどんな関係なのかにゃ。それはあなたには関係ない。詮索しないでくれると助かる。せっかく極秘のテープを特別に聞かせてあげたのに。ねえ、フェイリスさんは大好きな人にひどいこと言われたことある？お前なんか消えてしまえとか、そんなようなこと。え？消えてしまえか、確かにひどい言葉にゃ。でも絶対それは本心じゃないにゃ。そうかしら。言った本人も後悔してるはずにゃ、絶対に。うん、ぐー、もどかしいにゃ。悩んでても何も始まらないにゃ。そういう時は話し合った方がいいにゃ。いきなり仲直りはできなくても思いを伝える。伝えればあとは時間が解決してくれるにゃ。時間はもう残ってないのよ。よくわかんないけど。電話ならすぐにゃ。向こうも後悔してるかもしれないにゃ。とにかく話をしてみるのにゃ。さ、電話急げにゃ。それは無理よ。だってこの前電話した時もかけてくるなって言われたし。思いは伝えたのかにゃ。伝えてないけど。今度こそ伝えるにゃ。ほら、どうせ無駄だと思う。クリスティーニャ。だから一方的に一言謝るだけにする。それで十分にゃ。どうせ失うものなんてもうないしね。誰だ？あの、クリスか。なんで分かったの？分からないはずがないだろう。その声忘れられんよ。そうだよね、親子だもんね。勘違いするな。もう電話するなと言ったろう。そうか、また笑うつもりなんだな。今度はバラエティ番組に出た私を嘲笑うのか。もう研究者でもなくなってしまった私がそんなにおかしいか。違うの、パパ聞いて。いいか、
タイムマシンの理論はもうできているのだ。絶対に完成させてやるぞ。完成したら過去に遡って全てをなかったことにしてやるからな。パパ聞いて。よく覚えておけ。貴様という存在はもうすぐ消えてなくなるのだ。ねえパパ、私のこと憎んでる？それがパパの望みならもうすぐ叶うから。だからもう私のことなんて二度と思い出さなくていいよ。クリスティーニャ、やっぱりダメだった。諦めちゃダメにゃ。このままだったらきっと後悔することに。もうほっといて。何言ってるにゃ、そんなことできるわけないにゃ。いいの、どうせあなたももうすぐ私がここにいたことを忘れるから。無駄なの、そんなに干渉したって意味がない。エネルギーの無駄よ。そもそも私なんであなたみたいにニャンニャン語で話す変な人にマジレスしてるんだろう。クリスティーニャ、その呼び方も嫌い。フェイリスはクリスティーニャが心配ニャ。そう、ありがとう。あなたのお父さんのテープ聞かせてくれて。もう帰るわ。またいつでも。もう二度と会うこともない。さよなら、元気で。クリスティーニャ。する時間ちょっと減っちゃった。前はオカリンの顔を見れば何考えてるか分かったんだけど、最近は分からなくなっちゃって。ただなんかとっても辛そうで苦しそうで、いつもいつも泣き出しそうで。それはマユシーのことなんだって分かって、オカリンの重荷にはなりたくないのにな。ごめんね、悲しい話になっちゃったね。マユシ、ちょっと寂しくなっちゃったのかもしれないね。おばあちゃん、いつまでもこのままじゃいられないよね。このままでいい。オカリンだ。どうしてここが分かったの？人質がどこにいるのか俺は常に把握しているのだ。だからお前は俺の手から逃れられん。絶対にと。あんまり無理しちゃダメだよ。お前に心配されるほどこの包囲院教魔は弱ではない。話せる時が来たら全てを話す。帰るぞ。あ、でもその前に。分かっている。ウーパーのガチャガチャやってくんだろ。パパ。
こんなもの書いて探してほしかったのか。手土産だ、持ってけ。これどうせならもっと早くもらいたかったわね。本当に行ってしまうのか。ねえ岡部。なんだ。多分ここよね、私が刺された場所。どうしてソロ。やっぱり夢にしては痛さや絶望感があまりにリアルだったから。クリス、まさかお前。岡部、マユリを助けて。岡部はマユリを助けるべきなのよ。お前はどうなる。ベータ世界線に行ったら死ぬんだぞ。でもそうするしかないの。あんたが一番よくわかってるでしょ。選択肢は一つしかない。お前を見捨てろって言うのか。他に方法がある。昨日から何度も考えた。今までみたいに何か打つ手が、何か方法があるんじゃないかって。でも無理。今度ばかりは方法がない。ベータ世界線に行くしか方法はないの。こんなの俺は認めない、諦めない。岡部、できるわけないだろ。そんなことに何の意味がある。俺は逃げたって、逃げたって苦しくなるだけよ。うるさい。何度タイムリープしたって 1% の壁は越えられない。やってみなきゃ分からないだろ。マユリが死ぬところを見るだけなのよ。何回もそんなの。岡部が壊れちゃう。壊れなどしない。俺が何回マユリの死を見てきたと思ってる。何回も見てきた。何回も。もうそんなもので心が壊れたりなどしない。何度繰り返そうが同じ。自分が何言ってるか分かってる。マユリが苦しんで死んでいくのよ。そんなものなわけないじゃない。それで岡部の心が動かないんだとしたら、もう岡部の心は壊れてる。もうやめて。分かってる。気づいてた。マユリが何度も死んでるのに俺は驚かなくなっていた。マユリが死ぬ時刻を確かめようとタイムリープせずに待っていたことすらあった。マユリが死ぬのに俺の心はいつからか動かなくなって、冷静にやり直せばいいってどこかでそう思ってて、マユリを助けて。マユリを助けようって思いだけで岡部と私はここまで来た。ここでやめたら一生後悔し続ける。でもマユリを助けたらお前は戻るだけよ。 D メールが送られなかった最初の世界線に、それが私のためであり岡部のためでもある。俺は
お前を助けられない。ありがとう。私のためにそこまで苦しんでくれて。なんでお前なんだって、どうしてお前なんだって。ねえ、世界線が変わるってもしかしたら、岡部がベータ世界線に行った瞬間、この世界から岡部が消えるだけかもしれない。別の岡部という存在に変わるのかもしれない。そんなの意味がない。そんなことない、私は死んでない。ベータ世界線の私が死んでいたとしても、今ここにいる私が死ぬ保証はどこにもない。無数の世界線に別の私がいるかもしれない。その思いがつながって自分という存在があるのかもしれない。クレス、それって素敵だと思わない？だから見殺しにするなんて思わないで。世界線が変わってもたった一人岡部が忘れなければ私はそこにいる。だから前のことは絶対に忘れない。誰よりも大切な人のことを忘れたりしない。アスファルトに降り積もる光に今包まれて、近すぎると見失う想いがまた空回り、言葉だけじゃ全て伝えきれないほどかけがえない存在。どんな見送りはここまででいい。本当に言ってしまうのか。神器臭い顔してんじゃないの。ほうい今日またまる男が。通勤曲に紛れてというのは慌ただしいな。しょうがないよ。しょうがない。何じっと見てんのよ。俺はお前が好きだ。ねえ岡部、あんた今の自分の顔鏡で見てみたら、きっと死にたくなると思うから。クリス、岡部、マユリをお願いね。ああ、任せておけ。それじゃ。マユリとダルは本当に呼ばなくていいのか。なんだかみんなに見送られると辛くなるから。岡部だけなら何のためらいもなく日本を建てる。ジョークよ。青森一緒に行けなかったな。でもこの2週間なんだかんだで楽しかった。マユリは橋田によろしくね。岡部頑張って元気で。俺はマイクセクリスのこと、マキセクリスのぬくもりを絶対に忘れない。
おかりん、準備できた？おかりん、大丈夫？ああ、勝利の時が来た。ねえ岡部、早く私を消して。こんなところにいたんだ、フェリスさん。ひどい顔、ゾンビみたい。なんでここに？今頃はもう雲の上かと思ってたけど。キャンセル待ち。ここ空港じゃなくて秋葉原駅だよ。悪い。は？開き直った。悪い。悪くない。いつものニャンニャン語はどうしたのよ。秋葉美穂、よろしくね。は？私の名前。この前私が言ったことを気にしているなら謝る。だからもうほっといて。やだ。やだって一体何なのよ。この前うちで聞いたテープ覚えてる？実はあれもう一度聞いてみたんだけど、 B 面にもちょっとだけ声が吹き込まれてたんだ。7年前にうちを訪ねてきた中鉢さんはパパのテープを懐かしそうに聞いてたらしくて、だからそこに吹き込まれていく言葉はきっと7年前あなたのお父さんが伝えられなかった言葉だと思う。伝えられなかった言葉。携帯型のカセットプレイヤー持ってきたんだ。すごいでしょ。こういうレトロ家電はうちに一通り揃ってるんだよ。さ、聞いてみて。2003年7月25日第何回目だったかな。とにかく相対性理論超越委員会、もう行高も橋田教授もいない。二人とも亡くなってしまった。あの頃の私たちはあんなにもタイムマシンを作ろうという夢にあふれていたのにな。あの頃に戻りたいよ。そしたら今度こそ絶対にタイムマシンを作ってみせる。娘に論破されないような完璧なタイムマシンを。なあ、ゆきたか。それでな、俺はタイムマシンを使ってやりたいことがあるんだ。今日娘にひどいことを言ってしまった。あの瞬間に戻って自分に言ってやるんだ。娘を、クリスを傷つけるなと、感情に身を任せて家族の絆を壊すなと。俺はあんなこと言いたくなかったんだ。パパ。ね、あなたは存在を否定されたりなんてしてないんだよ。あなたはここにいてもいいの。私ね、私もパパみたいに伝えてない言葉があるの、言えなかった気持ちがあるの。それは伝えちゃいけない言葉なんだって思ってた。伝えないまま心の中に閉じ込めて消し去ろうとしてた。でもクリスさん、忘れ去られた言葉はね、伝えられなかった言葉はね、それでも
残しておけばいつかきっと誰かが見つけてくれるはずだよ。伝えたいって思っていればそれはきっと届くよ。だから今から言っておいでよ、京馬のところ。全部お見通しなのね。それこそがフェイリスの魔眼、ジェシャーブレイクの能力なのにゃ。はいはい、走れば間に合うかな。大丈夫、きっと。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。それでまたこの町に戻ってきてね、クリスティーニャ。だから私は助手でもクリスティーニャンでもないわよ。あいつの心に残しておきたい。いつかどこかの世界線の私を見つけてもらうために。これを消せばミッションコンプリート。オカリン、大丈夫？これより、オペレーションベルダンティ最終フェーズを開始する。勝利の時は来た。あらゆる陰謀に屈せず、己の信念を貫き、我々はついにラグナロックを戦い抜いたのだ。この勝利のために我が手足となって戦ってくれた仲間たちに感謝を。犠牲となった全ての思いに感謝を。訪れるのは俺が望んだ世界であり、全てはシュタインズゲートの選択である。世界は再構築される。すまない。さよなら。私もオカメのことが大好き。皆さんもご一緒にどうぞ。
言いましょう。せーの、オオカミ。本日はお足元の悪い中舞台、シュタインズゲートをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで残り1公演のみとなりました。嬉しそうだな。はい、そうですね、俺はすごく嬉しいかなっていう、あのやっと終わるなっていう、寂しい、やってみれば分かりますよ、ね、いやこの体型じゃ無理でしょう、ね、これしか無理やるしか、まあ、あのというわけでクリス編、はい、ラストとなりましたね、はい、どうでしたか。あのクリス編今回皆さんのおかげで3回やらせていただいたんですけど、もうね、大変ですよね。ね、あの抱えてるものが大きいので、ね、そうですね。ちょっとあの今終わったばっかりでぼーっとしてる。すいません。いやでも本当にあのクリス演じさせていただけて本当に嬉しかったです。あの皆さん見てくださってありがとうございました。よかった。ね、いい。6ルート全部なんですけども、うん、このまあ大体約3時間ぐらいですか、どれも。そうね、うん、あの収めるのは無理ですかこうなるべくこう演出のね西田さんとかと相談しながら、こううまいことあの皆様に分かりやすく伝えようということでやってきて、まあでもクリス編も長かったね。長かったですね。もう大変だわ盛りだくさん。まあでも本当残すところはあとね、選手枠何に なるんだろう。今決選投票で出てるらしいですよ。決選投票、そのシュタインズゲート編と鈴葉編の、なるほど、決戦らしいんで、どれが行くかもわからないということらしいですが、じゃあ皆さんまだこの後に投票するって形なんですかね。ギリギリまで行けるんじゃないですか。あまりですか。じゃあギリギリまですみません、投票の方よろしくお願いします。はい、全ルート見てる人もねいるし、毎日来てる人もいますから。本当ですか、ね、毎日見に来てます。毎日来てる人もいるんですよ。ありがとうございますね。ありがとうございます。すごい。ラボメンナンバー009はお前だ。嬉しい。いいのいいの。これも欲しかったんだけど、うん、まあ、本当にあのいつもと雰囲気が違いと言いますか、あの本当見に来てくださった皆様に本当にありがとうございますっていう感謝の言葉あるんですけども、普段はこう男性のお客様が多いという、ね、すごい、そこはちょっと俺としてはすごい嬉しいなと。だってね、やってる最中に男性のおえつが聞こえるっていうのは嬉しいものですよ。なるほどね、うん、男性のやっててよかったと思いますよ、ね、いいまで行かないですよ。とにかくあと 2個と生放送が選手枠ありますので、もしこれで帰られてしまう方は、もしね、よければ時間があるのであれば、うん、お家で最後の選手枠を見てください。
え、残ってみるっていう人どんぐらいいるんですか？じゃあその全員はここをこうこれ行きましょうね、全員でね。これで行こう。多分言われなくてもやると思います。いや、どんどん日に日に増えてってね、やっててすげえ嬉しいんですよ。マジで。俺出てねえんだな。申し訳ない、そこだけは。はい、まあ、でもそうやって皆様のねご協力があるおかげでこうやって盛り上がってきましたが、とにかく残り一公演全力で、もう灰になってもいいぐらいキャスト一同やりたいと思いますので、ぜひそれを見届けてください。また皆様と笑顔で会える日を楽しみにしています。本日はご観劇いただきまして誠にありがとうございました。